土クラゲは、死のう金門茶碗竹目の土クラゲか土クラゲ族に分類されるキノコの一種である。小実体は柄を描き、歪んだ円盤状をなし、しばしば数個が融合して形成される。円が、下方に屈曲して、中心付近が盛り上がっており、表面は、赤葛色をないし栗褐色、古くなると、紫褐色を帯び、多少の光沢を表すことがあり、 縁は不規則に切れ込むとともに波状にうねっている。裏面は、淡い透光色あるいは汚れた、排気褐色を呈する場合が多く、太く短い根状の菌糸束を過根状に伸ばす。肉は薄く脆い肉質で砕けやすく、排気褐色で傷つけても変色せず、味や匂いには特徴的なものはない。放射紋はほぼ白色を呈する。 胞子ははじめは楕円型で無色、薄壁、二個の湯滴を含むが、成熟すれば、両極に一つずつの短いキャップ状の突起を生じると、共に泡褐色を帯び、壁もやや厚みを増す。死のは、細長い円筒状をなし、やや硬壁で、無色、要素溶液で全体が、単光褐色に染まるが青色を呈することはなく、内部に八個の胞子を形成する。 死亡同士の感激には、先端が、わずかに膨らんだ、不燃菌種である、ガワイトが無数に混在する。ガワイトは通常は、分岐を書き、少数の隔壁を備え、泡褐色の内容物を含み、古い古実体では、ガワイト先端部から樹脂状で赤葛色の物質を分泌し、しばしば互いに硬着する。古実体の組織は、あまり顕著に分化せず、 肉はしばしば中途で、旧農場に膨れた菌糸で構成され、小実体の周焉部においては細くて繰り返し分岐する菌糸が混在する。夏から秋にかけて、特に松族、時に唐松族、モミ族などの針葉樹の林内地上に群生する。頻度は小さいが、地中にある針葉樹の生きた根に侵入して、これを腐らせ、地上部を残こしさせる。 病害菌の一つとして知られ、特に知事に対する病原性が著しい。ただし、絶対寄生性ではなく、針葉樹の枯れた根や材などを分解して死化する、不正菌としての性質をも合わせ持っている。また、樹木の細根に外生菌根を形成する他の木のことの間で、生態的喫抗を起こすと申されている。古実体は、臨床のうちでも、山火事石や、 焚き火跡など高熱を受けた箇所に好んで生える。胞子は、常温では発芽しにくいが、水に検討させた後に摂氏40度前後でおよそ12時間、処理すると一斉に発芽を開始する。処理温度が摂氏45度であれば、発芽開始はさらに促進されるという。宿主となりうる針葉樹からなる森林の付近で、 溶融アスファルトによる舗装工事を行うことによっても、林内での土クラゲの胞子発芽が誘引され、売る事実が指摘されている。一方、常温下では、胞子は時に2年程度にわたって生き続ける。土クラゲはホモタリズムを示し、単一の胞子が出芽して形成された菌糸が、他の胞子由来の菌糸と接合することなく、生活感を全うする。 菌種の発育の指摘条件は20ないし摂取25度、pH3 ないし6であるとされ、アルカリ性の媒地では生育は不良である。セルラーゼ及びペクチナーゼを産生する能力を有し、これらの酵素によって、宿主となる樹木の細胞内に侵入するのではないかと、推定されている。リトアニアにおいて、5箇所の焼け跡から得られた、土クラゲの菌種103株は、 和合成の有無によって14軍に分けられた。うち13軍は2から48カブずつを含み、3軍は複数の焼け跡に共通して出現した。また、最も大きな軍では、臨床において7メートル程度の面積を覆って、生育が見られたという、温帯域に広く算する。日本では、明治44年8月5日に、日光付近で採集されたのが最初であるが、 それ以外の各地にも、比較的普通に見出される。古実体の外観は、シャグマアミガサタケの頭部にやや類似しており、主に新葉樹林に発生することで共通するが、後者が明らかな柄を備え、主に春季に発生するのに対し、土クラゲは、完全に柄を描き、その発生時期は厳冬季を除いて、終年に及ぶ。さらに、顕微鏡的特徴においても異なっている。 従来は、シャグマアミガサタケなどと共にのボリリュウタケ科に置かれて、きたが最近の分子系統学的な解析結果に加え、胞子やガワイトの形態的相違、あるいは条件的とはえ樹木への寄生性を有することなどから、独立した土クラゲ科に移された。また、同時に土クラゲはシリペジア族と共にピロネマ科、クロチャワンタケ科、キリノミタケ科、 ベニチャワンタケカおよびキチャワンタケカなどの祖先型であろうとも推定されている。宿主の樹木周辺の地上に小実体が形成されていれば容易に診断がつくが、そうでない場合はまず受精で大まかな判断を行い、さらに根剤の樹皮から樹脂が漏出していないかどうかを確認する。確実な診断には感染が疑われる。 宿主樹木の細根を掘り取り、その断点をストレプトマイシンを添加した、ジャガイモイコール初等寒天培地に摂取して、土クラゲが分離されるかどうかを確かめるべきである。まず、宿主となる針葉樹の枝の樹皮に、形成層に達する程度の深さの傷をつけ、これを、スミチオン乳剤50倍希釈液20内視20秒間、真歯する。風刊した後、 臨床に少なくとも30センチメートル程度の深さまで縦に打ち込み、20日、内し40日後に再び掘り上げ、土クラゲの根状菌した場の存在や、土クラゲの感染に伴う樹脂の防御反応としての樹脂の進出について目視で検査する。この試験によって、土クラゲに侵された名前だは、しばしばその表面に土クラゲの根状菌した場がまとわり、 つくのが観察され、あるいは枝の切断面において、泡かし色の菌糸を認めることができる。感染が激しい場合には、枝の樹皮層は、急激に腐敗、脱落するとと,ともに、枝の形成層及び、人皮層への菌糸の侵入が観察され、菌糸が死滅した後も迷路上の脱落痕が残る。土壌中で休眠している胞子の発芽を防ぐため、 松下の樹木が主な構成樹脂となっている樹林内での山火事発生の防止及び焚き火の禁止を徹底することが重要である。本種によると断定された食中毒の例はない。ただそもそも肉質が脆くて薄く発生量も少ないために食用に供されている例も知られていない。ありがとうございます。